人気バラエティ番組金ドコンの三人娘わらべでは長女のぞみ役になり、大人げだった高部智子さん、不祥事があったりしていつの間にか芸能界での活動を停止してしまったようです。現在は資格を取り、人のために役立つ仕事をしているといいます。今回はそんな高部智子さん、現在の仕事や家庭について見ていきましょう。高部智子さんは12歳だった1979年に戦争の映画東京大空襲ガラスのうさぎで芸能界に入りました。同じガラスのうさぎのテレビ版も公演、そして1982年に当時大人げだったテレビ朝日系バラエティ番組金ちゃんのどこまでやるのに出演が決定したのです。萩本家の三人娘の高校生版の長女のぞみとして高部智子さんはブレイクしました。三人娘のユニットわらべが出したメダカの兄弟は大ヒットしましたね。さらに1983年にはドラマ積み木崩し親と子の200日戦争で主人公の不良少女香織を演じました。その直後にまるで積み木崩しの役柄そのままのような不祥事を起こしてしまいました。裸のような格好で布団をかぶって手にはタバコを持った写真が流出。高部智子にゃんにゃん写真フォーカス、ああにゃんにゃんした後ねと答えたのがにゃんにゃんの語源。私高部智子と同い年だからショックだったわ。その前にセブンティーンの企画で積み木崩しの本人穂積ゆかりと対談意気投合してたので、こりゃ素質あるなと思ってたけど、高部智子さんは当時16歳でしたから未成年ということになります。そんな若い女の子に性行為と喫煙の疑惑がついたのですから、マスコミが連日報道。問題だったのは健全な金ドコののぞみ役です。爽やかで清潔感あふれる女の子ののぞみのイメージはガタ落ちしてしまいました。結局リーク側とされる人が自殺したこともあり、高部智子さんはのぞみ役を降りることに。普通はそこからさらに転落人生を歩む人が多いかもしれません。しかし高部智子さんは違いました。通っていた堀越高等学校の担任北村先生だけが週刊誌に書かれた嘘を主張する高部智子さんの話を聞いてくれたそうです。そして先生との反省ノートを通して立ち直ることができたといいます。それが現在の高部智子さんの仕事につながっているのでしょう。大学で心理学を学び精神保健福祉士の資格を取得したのです。そして2023年現在、高部智子さんは国内の精神医療、福祉関連施設に赴きカウンセラーとして働いています。認知症や依存症の患者の心に寄り添って、ケアしてあげるという素晴らしい仕事に、ついているのです。精神福祉士としてメディアに出ることもあれば、過去に出演した番組に関してインタビューを受けることも。セレニティパークジャパン名古屋のフォーラムでした。精神保健福祉士として困ってる方に少しでもお役に立てれば嬉しいです。また浄土宗のお寺に入門して教師までも拝命しています。若くして辛い思いをたくさんした高部智子さんはそれを糧にして苦しんでいる人々の助けになりたいと日々活動しているとのことです。高部智子さんは2000年に慶応義塾大学文学部の通信教育課程に入学。慶応の通信は他大の通信と異なり、入学するのに小論文などの書類審査があるとか、つまり誰でも入れるわけではないということですね。それでも普通家庭の慶応と比較すれば入るのは簡単ですが、
出るのは難関で 3% の終了率とも言われています。 KO の通信は入るより卒業が大変。頑張ってほしい。スクーリングのレベルは通学生と同レベルだと言われるそうです。日々の学習については仲間と切磋琢磨することもなく、きちんと自己管理をして課題を提出していかなくてはいけません。そして卒業論文も最後に書き上げるということで、完全に自分との戦いになるようです。そのような地道できつい勉強をしっかりとやり終えて、2005年に高部智子さんは慶応義塾大学を卒業。 3% という非常に少ない修了率の中の一人になることができました。これは本当に素晴らしいことだそうです。10代のうちにスキャンダルに巻き込まれ、波乱の人生を歩んだ高部智子さん。プライベートでは幸せに暮らしているのでしょうか。2回の結婚歴があるということなので、見ていきましょう。また、高部智子さんの子供についても伝えていきます。高部智子さんは22歳の時に、幼純染めの一般男性、倉持正幸さんと結婚。精神的に参っていた高部智子さんが5度目の自殺を図った時、助けに来てくれたそうです。結婚後は夫と共にコンビニエンスストアを経営し、頑張って働いたようです。しかしその後、夫の浮気が理由で離婚してしまいました。高部智子さんはその後別の一般男性と再婚しますが、離婚、2回の離婚を経て芸能界に一旦復帰した高部智子さん。1999年には写真集オブジェット D1 ジュインヨーフアマールを出版したり、 R15 指定映画パラノイアに出演するなど体当たりの仕事を頑張りました。しかし自分が思っていた道ではないと感じていたのでしょう。2000年には慶応義塾大学の通信課程に入学していますから、その時にはすでに将来の目標を定めていたのかもしれません。高部智子さんには娘が2人いるようです。長女は1991年に生まれ、2023年現在32歳になります。実は長女に生まれてすぐ心臓疾患が見つかっていたことが判明。高部智子さんすごい。今日の毎日新聞、1面に続き3面でも大きな記事。私、担当編集者なんですが、恥ずかしいことに知らないことがいろいろ書かれていました。出産直後の娘さんの危機から今日まで30年間の戦いの記録。今晩メールしなくちゃ。瀬尾忠義様、素晴らしい記事です。必読。0歳の時に先天性心臓病の手術をして無事に成功したそうです。高部智子さんはきちんと子供の世話をしたいということで、これを機に一旦芸能界を引退したそうです。長女はその後容態が悪化することなくしっかり成長しています。続いて次女ですが、1993年に生まれたので2023年には30歳になります。そして次女も先天性の心臓病を持っていたということです。子供2人とも心臓に病気を抱えて生まれてきたのですから、高部智子さんは相当辛かったことでしょう。10代でのスキャンダルや子供の持病など辛いことを乗り越えて精神保健福祉士になったのですね。高部智子は娘の心臓病が発覚した際、治療を受けるにあたって、日本では苦しむ患者の家族に対して、ケアしてくれるところがなかなかないと感じ、患者家族へのケアが不十分な現実を見て、自分のように不器用な人に寄り添いたいと考えたことからカウンセラーを志すようになったといいます。自分が経験したことで、今度は自分がそういった患者家族の心を支える仕事をしたいと思うようになったことで、
精神保健福祉士の資格取得に向けて動き出しました。2007年に精神保健福祉士の資格を取得した後は、認知症や各種依存症などの心の問題を抱えている患者の相談に応じるカウンセリングの仕事を行い、患者家族へのサポートも続けています。2015年にはこの経験と資格を生かし、脳のメカニズムと回復に至るまでを解説した大丈夫依存症を出版するなど、執筆活動も行いました。また死について向き合うために浄土宗の寺で修行したほか、2020年には心理検査などを行う公認心理師の国家資格も取得するなど、精力的に活動を続けています。新型コロナウイルス感染拡大の前には、学会への出席や介護士を対象にした講演などの仕事も行い、新型コロナウイルス下の現在は京都の病院を拠点に心の問題で苦しむ患者のケアに当たっています。高部智子の自宅についてですが、現在の詳しい自宅の情報は公表されていません。高部智子がまだ10代の時、ドラマ積み木崩しに出演していた時には、ドラマが最終回視聴率 45.2% を記録する大ヒットとなったことも相まって、当時暮らしていた自宅に不良がバイクで押しかけてくるという危機にも遭いました。現在は2人の子供を育てる母として、どこかに自宅を構えて暮らしているものと思われますが、詳細は不明です。ただ東京都豊島区に高部智子の人生相談室があるという情報があります。この人生相談室に関してはホームページなども存在せず、詳しい情報がわからないため、高部智子本人と関係のあるものなのか、同姓同名の別人のものなのかは判明していません。いずれにせよ現在は2人の愛娘と共に穏やかな生活を送っているものと思われます。結婚出産を機に芸能界を引退し、一度は復帰するも現在は再び芸能界から離れています。そのため芸能人としてのメディア出演はほとんどない状態ですが、精神保健福祉士としては各種メディアに登場しています。2013年1月28日にはテレビ東京系で放送された和田アキ子ブラックマヨネーズ司会の特別番組芸能特ダネゲッター和田マヨ社に出演、密着取材を受け、精神保健福祉士としての活動の紹介や自身の半生の振り返りなどを行って話題になりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。